ところにやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエスト来てます。行きます。ソウルサンドの谷のデイリーチャレンジ、報酬アーティファクトですね。ここのアーティファクトに、稲妻の矢筒があるんですよ。256が欲しい。一つ持ってるんですけどね。もう一つ欲しいところです。で、装備ですけども、これでいきます。冬の指先に、不気味なゴーディアン。で、ツタの鞭の羽、ドラ、エリクサーのカバンですね。そこのデイリーが炎の矢筒のみなので、まあ、こんな感じでどうでしょうか。まず最初に矢を増殖してスタートしますね。矢の増殖完了、2000本ぐらいあるので、これで十分でしょう。で、炎の矢筒で、リフレッシュがね、発動するかどうかちょっと不安だったんですけども、炎の矢筒でもリフレッシュは発動するみたいです。うん。なので、発動させながら、やっていきますね。ちょっとキャプテンどこ？いた。オッケー。まあ、もともとのこの、ゴーディアン、防具強いので、そんなに必要ではないかもしれないけどね、リフレッシュは。いやいや、必要だな。いるよね。どこ？キャプテンまだいた。いた。わけわからん。で、なんかね、この、敵が、炎の道を持ってるのよ。で、自分が炎の矢筒なので、重い。うん。重いのよ。めちゃくちゃ重い。で、なんか炎がね、いっぱい出て、わけがわからんくなるのよね。なので、このデイリークエストは嫌いです。よくわけがわからん。本当に見えない。OK。で、まあ、アーティファクト狙いなので、そんなに、キャプテン探しながらではなく、速攻でクリアする感じでいきます。別にキャプテンはね、報酬に関係ないので、まあ、急いでいきましょう。うん。まあまあ、雷の矢筒じゃなくとも、いやでも矢筒がいいな。まあ、とにかく256。あれが出てきてくれないと、困るよね。まあ困るわけじゃないけども、出てほしい。あーもうめちゃくちゃわけがわからんのよ。これ OK 倒したでしょ。 OK 下手にねナイトモードとかなってくれるとまたわけがわからんくなるんで、極力なら神秘の旗は取りたくない。うん、まあまあいたら倒すけどね、いたら倒すけどもいないでくれ。オーケー。で、このステージそんなにね、長いところじゃないので、そこまでいけるとは思うんですけども、確かここ短めだったよね。オーケー。うん。この教習イベントが、うわ、なんかいる。エンダーマンか？おぉ、あ、トゲだ。トゲがいた、トゲがいた。抜けろ抜けろ、こういうところは。うん、あやっぱね瞬間火力がない。うん、瞬間火力がないので、うわなんだこれ、なかなか倒しにくいね。うわ、でトゲが結構いる。で変更もいる。ちょっと待て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 、あ、うおすごいってこれ。もうやたら変更が出るのやめて。あ、でも、もう終わりは見えてる、終わりは見えてる。うん、やっぱここね、すぐ終わる。うん。わけがわからん、もう。なんなんだ、ここは。よし、OK。あとスイッチを押してくるだけでしょ、ここね。変更出んのよ、変更とトゲは。音トゲでもうやられてるんだ。 OK。 でこことここでここか。 OK。 で下
下が開くでしょ。 OK。 あーでここで扉が閉まるんだ。はいはい。伸びかなんか出たっけ。あ、いや、ここは伸び出ないか。ちょっとわけがわからん、わけわからん。もうこの炎で、でも終わり OK で、こいつを持っていってとあ、そうか、これね、エレメントのか、あ、違う、エリクサーのカバン、これがまた一個わけわからんくしてるんだな。うん、これが良くないんだ。アイテムがやたら出るんでわけわからんくなってるんだね。 OK、 まあまあまあ、ここもクリアなんで。ちょっと待って、危ねえ、あぶな、あー変更か、ちょっと待って、変更とか出てくんなって。もう本当に危ない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 、わ、もうもうこいつら本当に。ああでもまあクリアですね。嫌なステージ、まあまあ早く終わるからいいけど。それでは報酬お願いします。256。ああ、まあ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 、オッケー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 、あ、オッケー、255か。まあ一つ強くなりましたね。うん、一つ強くなったわ。今までが、256と254だったので、どれぐらい強くなった、254の方が319,000、33,000、あ、まあまあまあ、うん、いいんじゃないいいんじゃない、着実に強くなってます。できれば256が良かったけどね、まあ、255でもいいとしましょう。うん、今回は良かったです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。